どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。人魚になる際の尻尾はゲーミングサンバでお願いしますと願ったさやです。サンマになりたいんだ。人魚になりたいんじゃなくて8割サンマになりたい。魚人じゃんということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、手からイーヌ。ビームじゃなくて、あ、そうそう、イーヌが出たんだ。手からイーヌ出てる出てる出てる、ジュルって式神みたいななんかなっちゃってるじゃないですか。魚剣ってね、うるせえよ。やりたいねちょっと似てるなポーズ、はい、ということで今回ですね、こちらでございます。イニシエとかじゃないんだ。はい、子ということで古いわけですね。ちょっと意味がわからない、はい、意味がわからないんですが、今回やっていく企画はこちら。ゆなりプロの絵師が80年前の絵の具でお絵描きしてみた。ふぅドラゴン世紀末。まあ、ということで古い絵の具、まあ、いわゆるヴィンテージ画材というかレトロな画材というか、いや、なんかドキドキする響きよね、はい、まあということでね、今回ご用意させていただきました、あのとある筋からというか、まあ普通に買ったんですけどあのこちらです。じゃじゃーん、でででーんと、うわ、スズランクリーム絵の具。これがいつの時代の絵の具かというと、はい、じゃあ昭和。昭和。さっき80年前って言ったんだけど、うん、ちょっと今調べたところ、はい、あのこちらですね、ちょっとね、正確な販売時期は分からなかったんだけど、うん、この会社スズラン絵の具工業株式会社、調べても出てこないんですよ、はい、そう、出てこなかったね、多分当時の会社名で、うん、今出てこない、まあもしかしたら分かんない、有識者調べたら出てくるかもしれないんですが、まあ、この会社の絵の具が、ただ調べてみたらちょっとネットとかどっかの記事に載ってたのが、はい、あの昭和24年の少年クラブの広告にこのスズランの絵の具が掲載されてたと、おいうわけなので、はい、80ではないけど昭和24年にはあった広告が出てたっていうことを加味すると、うん、多分それより前には出てたということで、ね、に前には出てたのかなっていう、そう、はい、まあ、大体それ昭和24年というと1949年と、それってメソポタミア文明の頃じゃないですか。人類やり直したわそう、こちらの絵の具ですね、おそらく存在が確認されてた昭和24年っていうのは大体何の年かというと、はい、まあ、終戦から4年後、ようやくなんかこう人々の生活が少しずつ少しずつ少しずつなんかこう解放に向かっていった時代だったんですけども、この年結構激動の年だったらしくて、この広告が出てた昭和24年っていうのが、怪事件が相次いだと。怪事件、下山事件、三鷹事件、松川事件、はい、複製インフレの収束のために GHQ が緊縮財政、財閥解体、農地改革、国鉄の人員整理、よく聞きましたね、社会の授業で。漢字が多くてわからないな簡単な言葉で説明しておくれよ博士NHK の番組始めんじゃねえよまあ、うん、要するに終戦後のいろいろあったものをどん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 いい方向に向かっていこうぜっていう、はい、なんかいろいろ調整してた時代ですよ。そういう時代ですね、はい、まあ、ちょっと内容が結構ショッキングなものも多いので、あの今ここでは内容割愛するんですけど、気になる方は調べてみてください、はい、という、まあそんなことがあった不穏な年、はい、そしてだいたい1949年誰が生まれてんのって話だと、はい、矢沢永吉さん、はい、もうやっちゃえの最近だとね、やっちゃえよ歌手の方ですけど、日本違うよ、できえな狭間寛平さんとか、あ、武田鉄矢さん、なんだっけ、腐ったみかんをぶち当てろとか、違えよ現代的にするんじゃないよあとはもうガッツ市松さんとか、あ、うんうんうん、あと村上春樹さん、あの小説家の、出たが生まれた年でもあると、はい、激動ですね、はい、激動の時代。まあちょっとね、この本編に入る前にやっぱりこれがどのぐらいの時代あったのかって知った方が面白いと思うんで、ちょっとしばらく続きますね。夏目さんちってほら教育番組で、違う違う違う、ない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 、なんかこう奇跡的に生まれてる回だから、みんなの役に立ちたいって、役に立って面白い楽しい動画を目指しています。今回から見た人が誤解しちゃうどうすんの、他の動画行って顔にお絵描きしてみますビチャーって、何が教育的かってな頭悪いなで、それでまあ特に芸術とかファッション面ですよ。はい、ファッション面で言うとちょうどね、うん、これがあの終戦後だから豊かに戻りつつあるから、あ、じゃあおしゃれとかに、そう、洋裁学校っていうのがなんか盛んになってた時期らしくて、お、はい、服装記事載せれば雑誌が売れるみたいな、ああ、もうそんな時代だったらしい。てかみんなが、だから洋服とかファッションの関心が高かったらしいよ、うんうん、この
芸術ファッション関連ということで、はい、芸術といえば、まあ、文学と。ここで問題です。でどん。皆さんも考えてみてください。さて文学ですが、1949年、現在大ヒットしている、はい、ある漫画の原作にもなってる偉人を扱った小説がベストセラーになっております。その題材になってる偉人は次のうち誰でしょうか。 A. 織田信長。織田信長、これも題材になってますね、よくね。 B. 湯川秀樹。湯川秀樹、はい。 C. 宮本武蔵。宮本武蔵じゃない。なんで一番かまなそうなことになっちゃった。D. ダグラス・マッカーサー。ダグラス・マッカーサー、これはもう GHQ の、 GHQ の偉いサングラスかけて、はい、やめろやめろ。まあそうなんだけど。そういうイメージあるわ、確かに。この中で、うん、この人を扱った小説がこの年のベストセラーになってると。悩むな。でも私がこの中で知っている漫画は、はい、A か C だと思う。おー、なるほどね。ということはペブン、はい、C です。なるほどね、 C だと思います。はい、C、はい、宮本武蔵。はい、じゃあということで正解は C の宮本武蔵です。おめでとうございます。そう、この1949年にあのベストセラーになったのが、うん、吉川英治先生の宮本武蔵っていう小説、井上雄彦先生のバカボンドの原作小説。 あれ実は原作小説がこの時代のやつだって知らない人もたまにいらっしゃるけど。あ、そうなんだ。へー。そう、一応ベースはその吉川英治先生の宮本武蔵っていう小説がベースになってる、はい、けどまあちょっとオリジナル展開もだいぶ小次郎の設定とかね、斬新なものが入ってますと。はあ、はあ、まあそうだね。読んだことないんだこいつ。すごい速さで知ったかぶった。まあ要するにこの絵の具が作られていた時代は、うん、終戦からわずか5年、湯川博士が日本人初のノーベル物理学賞を受賞し、はい、日本文学界の巨人村上春樹が産声を上げ、はい、女性たちの間ではニュールックのファッションが流行り始めた。うわ、その頃からやってきた絵の具です。もうだってさ、もう教科書に載ってる世界からいらしたんですね、うん、です、そういうことです。じゃあみんなの IQ が 3.3 ぐらい下がったところで下がっちゃったんだ。こんな頑張っていろいろ言ったように。さあということで見ていきましょう、早速、ね、それではやっていこうと思います。じゃあ皆さん、このスズランクリーム絵の具、はい、開けてまいりましょう。てててててて、使えるのかしらね。厳重だね。うわ、かわいい、かわいい。いやマジでこのさ、色味かわいいよね。そう、昭和の時代のものってさ、色味がかわいいよね、うん、このレトロカラーね、はい。あ、厳重だね。厳重だね。これあれかな。でもこれあれかな、多分送ってくださった方が入れてくださった、ね、気遣いだね、これ多分、ね、じゃじゃーん。おー、え、パキパキ、え、待って、やばい、待って、カレー粉みたいになってる。パキパキなんだけど。マジか。え、やばくないこれ。すごい、これ使える、これ。使えんのかなこれ。ちょっとさ、試しにさ、溶かしてみようか。あ、やってみるか。昭和の絵の具と令和の紙、今ここで相対す。いいんだよ。相対せんでいいの。え、どうやってやる？これ。え、マオガさん見て。違うんだよね。この人さ、茶色使ってんだよね、多分昔。え、茶色？これ赤じゃないの？でも場所茶色だよ。赤これだよ。黒、み、黄緑。あなた黄緑、黄緑。黄緑ね。黄緑なのあなた。黄緑ではないだろう。茶色。じゃあとりあえず実験してみましょう。え、黄緑でいい？いいよ、黄緑で。じゃあ、なんか割れてるしね。ね、ちょっとこんくらい。じゃあちょっとお水つけるわね。いきます。じゃあ溶いてみましょう。はい。あ、溶けてる、溶けてる。あ、待って、使える。え、しかもさ、ちょっとクリーム色だ。クリーム色っていうか、なんかまろやかじゃない色が。なんかすごいまろやかなお色だよ。え、クリーム絵の具ってそういうことなの？そういうことなの。じゃあちょっと塗ってみましょうか。いきます。あ、素敵な青色。めっちゃいい色じゃない。え、抹茶ラテ。ラテではないけど。抹茶ラテのお色だよ。え、これってもともとこの色だったんかな。え、めっちゃいいかもこれね。めっちゃいいかも。え、じゃあやってみますか。早速。早速80年前の絵の具で、はい、じゃあいきましょう。さあということで、じゃあ早速絵を描いていきたいと思います。じゃあまずね、塗り絵を15分ぐらいで作っていきましょう。よーい、スタート。バックリセットをしてたの。早くしてよもう。すごい経ってんだから、これ収録始まってから。この動画、そうだよ、これ開けるのにね、すごい時間かかっちゃってる。違うでしょうよ、封印がかかっててさ。それを解除するのが大変。よし、私が考えるこの時代を描くわ。描くんですか。うん、まずウサ耳から始めた。お前なんだと思ってんだ。なんかさ、家で撮るの久しぶりすぎて困惑するんだけど。いや、家では撮ってたんだけど、なんかさ、この机で撮るのが久々なのよ。ね、夫にドッキリしたりとかさ、顔に描いたりとかさ。プリクラ撮ったりとかな。あ、そうそうそう、楽しそうでいいじゃん。楽しそうじゃんね。これで心置きなく星に帰れる。なんだ。昭和24年でしょ。うん。
炭治郎生きてるよな。確かに炭治郎大人になってるよ。炭治郎がむしろ生きてればの話ですけど。強くなれる悲しい悲しい悲しい考えたくないわ。炭治郎生きててほしいずっと。今見たみんな何今見た僕の指の動き初めてやったもうゾワッとした今。デジタルの奴隷よ、AI の時代よ、 5G に支配される側の人間になっちまった。もうゲイさん 5G につながった。やっぱ当時感出したいのよな。いやなんかこのね、まあ冬も近いですしね。関係ある？当時ってね。うるさい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 。滑った時にやるよ。あ、滑った時用に作っとくじゃん。さやさん、滑った時用の素材こちらです。わわわわわわわやっぱ三つ編みでしょ。よ、大三つ編み時代。相手の三つ編みを引きちぎり自分のものにする。怖い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 そんな騎馬戦みたいなルールなんだこれはね、設定はあれよ、厳しい両家のお嬢様がね、はいはい、お兄様のお洋服を勝手に借りて脱走してきたっていう。あ、そういうタイプ？いいじゃん、ローマの休日しに来た人ね。いや、そうそう。で、それでね、一般家庭の女の子の家にね、夜中にね、コンコンって来て入って、こっそり女の子の部屋に遊びに来ちゃう、はいはいはい、よそから見たこう男の人に見えるわけ、うんうんうん、ロマンスよ。あ、そういうね。そうそう、ちょっと危ない恋じゃない？素敵じゃない？この時代この子の元に遊びに来るじゃん。あ、それめっちゃいい。この子一般家庭のおうちで、うん、この子が両家のお嬢様。あー、そうそう。で、こっちはちょっと強気で、この子はちょっと弱気なの。あんな家の娘とは付き合うんじゃないとかって厳しいお父さんに言われるけど、はい、じゃかしいわってお父様に歯向かうんだけど強ない強ない、その子急にイメージと急に変わったんだけど大丈夫それで夜な夜な、はいはい、そーっと屋敷を抜け出してこの子のお家に遊びに行く、はい、これこの子がね、この三つ編みをほどいてもう寝ようかなって次に来るんだ。窓にドキドキしたやつ。ここ4階だよ。すごい急にホラーエピソードになっちゃったさあ、ということで制限時間なんて何もなかったんですけど、そんなものはなかった、はい、まあとりあえずできました。せーの、デドンと。さあ、こんな感じです。はい、今回ペン入れせずにね、もうこのまま、はい、このまま塗ろうかなと、ね、はい、はい、行きましょう。これは両家のお嬢様と、はい、男装をしているお嬢様が会いに行こうとしている親友のキヨコちゃん。キヨコちゃんね、かわいい、ね、ガサってね、結構こうサプライズみたいな感じで出てきちゃうの。 そ, う そ, う そ, うそれはね、それをシッって怖っそう、姉貴タイプなんだ、姉子タイプなんだじゃあこの子たち塗っていきましょう。塗っていきましょうか。あ、全然いける。マジで？うんうん。あ、すごいすごい。え、めっちゃ良くない？超素敵。いい色？めっちゃいい色。見て、僕も。そしてゲンさんさ、うん、何気に水彩イラストさ、動画でやるの初めてなんだけどなんかさ、まともに水彩イラストやろうと思って今やってるの初めてかもしれない。そう、やってないもんね、だってね、僕ね。確かに。ということで、なんか謎の80年前の絵の具でデビューしてるもう戻れない、この令和の絵の具に、うん、なんか言うてにもちょっとパサッとしちゃうんじゃないの。あー、でもなーみたいな感じでいたんだよ。そう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 、まあ、やっぱりかけたけどみたいな気持ちでいたんだけど、むしろ良いんだから。やっぱり色褪せないってね。え、なに、うまいこと言ってんの早速使い倒さないと。やめて、揺らさないで揺らさないで、やめて、頭悪くなって揺らさないで、急に入れると。頭悪くならないでっていうのと揺らさないで、どっちかにしてもいい。分かった、じゃあ揺らさないで。1です1は 2x3 の y 乗。頭悪そうだな逆に。せいさんって本当はすごく頭いいですねってよく言われるんだ。言われるね。なんでだろうね、調子乗らないでほしいよ ね。私もそう思う。褒められると嬉しくなるよね、やっぱ。まあね、うん、人間褒められたら嬉しいからね。ね、ゲンさんってレッカー車に似てるね。逆に嬉しくなってた意味わかんなすぎてあ、なんか俺には知らない俺の魅力があるんだろうってなんかよくわかんないポジティブな気持ちになってきたさあ、なんだか楽しくなってまいりまして、はい、はい、いや、すごいですよ本当に。もう80年前の絵の具とは思えないこのクオリティの高さ、絵の具のね。いや、もうね、乾ききった大地に一滴の恵みの雨をもたらす神になったような気持ちです。でけえな、はい、気持ちが。やっぱね、こうやっぱこう、はい、目標はね、高く持っていきたいみたいなとこあるよね。いや、この朱色よ。そして、いや、いや、うちの紫だって負けてないですけど。何張り合ってんだよ。負けてないです。いいよ、張り合わなくてどっちもいいんだよそう、この今回ペン入れもね、この細い筆を使って、はい、まあ、ペン入れというか
線ね、アウトラインね、うん、この朱色とか紺色を使ってやってます、はい、やってます。でその柔らかい雰囲気になりつつ、はい、やっぱりね、あ、やぼったく、やぼったく、ゲンさんの好みがやぼったくしますよ。やぼったくなって、そして枝がひしめく。さあ最後、僕あのすいません、あの今回生きた人間描いたんですけど、行動力が抑えきれませんでした。あ、はい、ということで完成しました。できました。いや、できました。楽しくなってついついもう2時間ぐらい描いたかな楽しすぎね。70年前の絵の具で描いてみた結果、せーの、でどん、いや使える、全然使える。でてか最高なんだけど。いやもう色めっちゃ可愛いし、めちゃくちゃ良くない？いやめっちゃいいね。いやそう、この藍色とは名ばかりの紫がね、すっごいね、はい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 、好きで、この辺とかね、もう紫なんですけど。いやめっちゃいいっすね。いやすごくいい色ですよ。さやっぺーやつが、すっげーさやっぺーやつが、さやっぺー色でさやっぺー感じで作り上げられましたそんなこと言っちゃうとさ、うん、すげー原産っぺーやつが原産っぺー色を使って書きましたって感じになったけど、でもさ、久々に生きてる人間描いたこの動画から見てくださった方は何言ってんだろう、どういうことって、こいつ普段何描いてんだそう、あの僕ずっといつもあのメカ女子描いてて、今回はまあそのレトロ絵の具で、はい、当時の女学生みたいな雰囲気の子を描いてみたいなと思って、うんうんうん、まあ、描いてみたんですが、いやなんかこのセーラー服の色味がすごく綺麗ね。めちゃくちゃいいね。完璧じゃない？でも完璧なセーラー服の色してない？うん。で後ろにあのちょっと行動欲は満たしたっていう。うん、あ、電柱ね。電柱をね。あの当時を思わせる電柱。はい、当時を思わせる電柱。いいね。わかんないけど適当だけどこの電柱は。うんうんうん、って感じでこの二人が出会うらしいですよ。はい、あ、そうそう。いやいいじゃないですか。お迎えに行くから。あ、でもお互いなんかこう描きたいもん描けた感じあるね。うん、ね、だから全然描ける。いやっていうか逆にいい。うん。いやこれレトロ画材ハマっちゃいそうだな。ハマっちゃいそうだな。ちなみにこの絵の具、はい、一応古いものなんだけど、そんなに安くない？お安いかも。あのまあ普通にその辺のね、100均とかで買うのはそれは高いよ、うんうん、けど1700円だよこれ。え、ちょっと試してほしいな皆さん。いやこれ貯金箱かち割って買ってきてほしいごめんなさいね、あのなんかせっかく貯めた貯金箱はい、まあということで、はい、レトロ絵の具ありありですね。最高、うん、うん、すごい楽しかった。 いいじゃない、歴史も感じれるしさ、お絵かきも楽しいしさ、はい、もういいとこばっかりじゃないですか。今日の動画いい動画だったねこれ。またレトロ画材ちょっと探してみたいと思います、はい、ちょっとレトロ画材またいいの見つけたら皆さんにご紹介させていただければと思います、はい、それでは皆さん情報お待ちしております。探せや